九州縦断トリップの第5弾、我々が愛する YouTube チャンネル大輔プロデュースの大輔氏、撮影技術の鍛錬を撮動と称し、映像に対して異常な執念を見せる男の足跡をたどるのだ。大分県臼杵市にあり、国の天然記念物に指定される風蓮鍾乳洞、地球の内部へ迷い込んだかの神秘的な造形と色彩に魅了される。次に訪れたのは御池湧水群、九十に連ねる山々でろ過された湧き水で旅の疲れを癒すのです。どうぞ最後までご覧ください。つかさんファミリつかさんち。じゃあ、お花さん起こします？お花さん、おしるこできたよ。お花さん、おしるこできましたよ。いただきます。お姉さん、いただきます。ありがとう。美味しくできそうかな。お花さん、なくなってくよ。今食べないと。あれ、何が見えた？顔？足、足やと思う。足。足おい、お花さん、ほんとなくなるよ。今すぐ起きて顔を見せなさい。やだやだじゃない。蜂蜜トーストも食べます。あ、もう全部食べてあります。ダメ。じゃあ今すぐ起きてきてください。今すぐです。 Just now。 Just now。 Just now。 眠たいよ。眠たいのは夜更かししたあなたのせいです。お父さんが妖怪ラップ食いとか言う。妖怪ラップ食い。寝られへんなもんな、妖怪ラップ食いが寝そうできて怖かったもんな。よかったやんか。今日はお父さんも。いただきます。はい。何もない。山しかないけど、すごいよ。いいよね。つかさんち。さあ、今日は1月3日でございます。今日の行き先はというとですね、私たち家族が信仰して愛してやまない YouTube チャンネルの大輔プロデュース。現在のチャンネル名は大輔プロデュースから DP というね、
まあ、大輔さんという、ね、方がやってる YouTube チャンネルなんですけども、非常にね面白い方で、よかったら映像ねチャンネル見てほしいんですけど、私たちがですねもう何十回と繰り返し再生している、動画がありましてね、そこで紹介しているどこですか、ブーレン鍾乳洞。そう、ブーレン鍾乳洞。そして次は大池湧水群。そう、大池湧水群。ということで今日はその大輔プロデュースツアーということで、風蓮鍾乳洞および大池湧水群、湧水群、そのね2箇所を巡りたいと思います。行けると思ってなかったね、風蓮鍾乳洞。そうだね、遠いからね。いつか行きたいと思ってたけど、ついに来たね大輔さんの足跡をたどる旅がというわけで、大輔さんにはちょっと会えないとは思います。風蓮鍾乳洞の受付とかに座ってたら面白いんやけどな多分座ってないとは思いますけどもね。国指定天然記念物風蓮鍾乳洞、すごい。つかさんち。面白そう、面白そう。ああ、映った。見覚えがあるよね、あそこ。行こう行こう。ほらほらほら、聖地やな、ある意味、僕たちのここだね。ここにある、風蓮堂なぁ、なんて100キロとか書いてあるのか。それはない。ちなみに、一番有名人。あ、そういうことなんや。好きなものがありすぎて困っちゃう。つかさランチ。こっちだな。うわ、この映像見たことあるね。あ、ありますね。一発目ね。だんだん狭くなってまいりましたな。声がめっちゃ響く。あ。やってきたね。あ、中があったかくて蒸し暑かったな。すごい寒いぐらいや。やっと下界へ前降りたよ。鍾乳石家に置いとかないと。綺麗だね。お願いしますか。キラキラ。キラキラ。水晶ですね。そんなに運動しました？さて、風蓮鍾乳洞の後はどこでしたか。大池湧水群。大池湧水群ね。さあ行きますか。はい。おお。地下 80m より 2kW の水中ポンプで溶水いただいてきましたね。やべえ、結構冷たいかも。あ、タイドル。あ、降った。
食べちゃった。今回の年末トリックのお水は向こうでいらないね。うーん、もう心配いらないわ。そうか、ガンガン使っちゃおうか。なんかいいとこあったね。うん、よかったね。うん、はい、300円ね、入れようかな。あ、よかった、助かりましたか。ありがとう。スカサ感じ。ここ何やったね。あ、ここになんか巻きつつに使ってますか。古岳大池周辺美化清掃協力金1人100円。よいしょ。ここ行っとるよね。うん、行きとったわ。ちゃんとわわわ、これ端っこあるぞ。どうも、これが流水機。妹のスカメラ、右に進めるのかって。どちらも20分、右3作、左3作。大好きさん、流水機するの聞いてるな。ちょっとハードっぽくね。というわけで、左行きましょう。ここも行っとったね、一つすれ違っとったね。この段もう一回座る。ここが大池ですか。下から湧いとんねや。はい、座ってみて。向かい？うん、めっちゃ止めた。味はと言いますか、水道水の味がしない。したら最悪な。正体水道水って嫌やろ。さん、この家にあるで。家にあるんこれ。だってさ、包まれてるみたい。見て、ここ危ない。水筆って書いてある。お母さん、ほら、ここまで来れるよ。払わないね、絶対。つかさ感じ。靴汚れたね。うん。でれん。外部シャワーというものがあるのは知らないのか、君たち。知ってるよ。めっちゃスルスル滑ってく。見やんでいいわ。見やんでいい。喜びすぎや君。あかりだ。すっきりしましたか。おしっこしたふりですよ。こんなとこでおしっこなんかしません。
さあ、大輔を巡るツアーはこれにて終了でございまして、はい、はい、ではレッツゴー。うわー、どこ行こっかな。つかさ感じ。じゃあ皆さんお仕事してもらって悪いんですけど、お父さんいただきますね。うん、はい、皆さん乾杯。俺ないからこれ。乾杯。いやいや、いや、はい、乾杯。はい、ちょっと、うん、あ、消えてないかな。あー、うなの美味しいわ。串木の地味な、この串木の のさつま揚げ、柔らかいね。うん、何それ。お料理ありがとうね、わらさん。お料理を、うん、頑張っとるよ。もうちょっと頑張ろうか。うん、これを見に行けるように頑張るや。うん、な、走ってるよ。気持ちいいと早いな。今日のメニューは豚肉の生姜焼き。よし、ということでいただきます。いただきます。甘いね。甘いね。甘みがあるね。うん、これからさ、ごちそうさまでした。あれ、あれ、あれ、ご飯も、ね、何ですか。つかさんじ、ザ・つかさんファミリー。こっちにする。こっちがしっかりする。うまい。でーん、恒例の卵焼きじゃんけん。最初はグーじゃんけん、ほい。やったむしっこな。なんで見ない、なんで重ねたの。でもさ、風蓮町乳洞のさ、入り口のゲートのところのおじさんさ、大輔乗せなかった。大輔のお父さんちゃうか。ちょっとこれ似とるなと思った。系統が違うに決まっとるから、もう言わへん。